Hey guys, Tom です。 Jackson 5です。 Jackson 5、今日で終わりですね。長かったよ。意識けよ。地獄の1、2週間ぐらい。どうでした、アフロは？いや、めんどくさかったね、意外と。あと、視線えぐいっていう、それだけがもう苦痛で仕方なかった。まあ、似合ってるっていう声もただ、てか似合ってるって言ってくれた人の方が多いかも。この前いたアースさんの飯島さんにドレッドにしてもらうことがまた決まったんで、行っていきたいと思います。はい、ドレッドにするってなると結構その都内の方とかに行かないとできないんだよね。うん、俺もう成人式とか4年前かな、ドレッドしたくて調べてても町田一個も出てこなくて、リアルに町田でドレッドできるのはあそこだけだと思う。そっちの紹介も兼ねて撮っていけたらと思います、うん、はい。レッツ明日の天気を間違える天気お姉さんの名前は、桜井かな子。よいしょ。誰？よろしくお願いします。いやいやいや、お願いします。今日は長いよ。今日のが長いですか？今日俺ちょっと途中でさ、読みなくなったから安心して。また、お願いします。今の言い方ダメだね。今の言い方完全にいなくなる言い方だよ。危ないですよ、それ。めっちゃ警戒しますからね、俺。飯島さん、今日はあの予定通りのやつ。いや、俺今日マジで警戒しますよ。本当に。寝たらバリカン持ってくる。いや、痛いもん。寝れない。え、これが今日一番痛い作業ですか？これより痛いのあります？あ、ない。あ、むずい、今どんな気持ち？いや、楽しみ。期待してる。もうここまではね、非常に楽な作業なんだよね。音が大変なんで、持ち上がってると何？あ、この編み物する。綺麗にね、整えていくの、形して。パヤパヤ出ちゃってるから、その辺も全部。すごい。どうやって俺の仕事に繋がってるんですか？あ、編み込んでってる感じかな。足して。そしたら取れなくなるんですか？あ、取れなくなる。すごい。普通に三つ編みみたいな感じになってるよ。ブレーズやったことあるでしょ、はい、ブレーズみたいな感じになってる。痛いと思うよ。痛い。あい。痛い痛い。痛い痛い。何本目のフリーズですか？3本目。なるほど。これはあと本数で言うと40本くらいいくんじゃないか。きゅー。長い戦いですね。見せてカラオケ歌うの？マジで歌わないです。葛飾の人でしか。あ、そうっすね。葛飾ソテ、葛飾ソテ、葛飾の顔でこち亀歌うんですよ。そうなんですよ。いきなりこっちがダメてきたからパッて見たら少女のような少女のような寝顔で。すごいいいやつ。俺どうすればいいんすか、マジで。鼻ピノをあげちゃっていいか。うん。絶対それどっちかいらなかったから。こっち食べないっすよ。鼻ピノっすか？もう半分で。どうした？お前の話はずっとしてるんだけど。どうですか、むすぐ。ガス痛いですか？痛い。さっき聞いてほしい。聞こえてる音？あ、マジで。ぶつぶつして。ちょっと痛い。髪の毛からする音ではないですよね。え、ブチブチ言ってますね。すげえ。あ、でも結構細い。こいつはもう今から切って天ぷらにします。俺の靴紐にするわ。すごい。え、なになになに、折れた？折れた首。いかちいのよ。大丈夫？大丈夫、いい感じ。うお、すげえ。うお、マジですげえ。こんなになってたんだ。こんなになってたよ。
この圧やばい。嘘。やっぱ。すげえ。前から見てかっこよかった大丈夫。いや、マジでいい感じ。本当？ただこれはね、職質18でされる。18で。日曜は2回されるわこれ。時間だ。今日は多分6時間ぐらい。ちょうど6時間。だって死んでるもん。いやお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。長い戦いでしたね。よかったね。先週はどうなるかと思った。1週間まで十分。アフロのままで。どうですか。率直な感想。かっこいい。本当に職質公演。多分マジでされるかも。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ドレスをうまく完成しました。ドレスやってくれたアーズさんなんですけど、特殊パーマ、ドレスとブレイズ、あとコンドーをやってくれるということなので、もし町田でそういう特殊パーマ探してる人はぜひ見てみてください。